9月23日の CDTV ライブライブスペシャルでナンバーアンダーラインアイが INZM ハイパーバンドバージョンをフルサイズで初披露ナンバーアンダーラインアイの進化を見逃すな新境地を開く圧巻パフォーマンス9月23日の CDTV ライブライブスペシャルに向けて多くのファンが注目しているのはナ No.1 ア,アイが INZM ハイパーバンドバージョン をフルサイズでで初披露すすることです彼らの独特なスタイルと圧倒的なパフォーマンス力は、これまでも数々のステージで観客を魅了してきましたが、今回のパフォーマンスには特別な期待が寄せられています。そもそも、なぜ彼らのパフォーマンスにここまで注目が集まるのでしょうか。それは、単なる音楽の枠を超えた感動体験を提供するからに他なりません。 音楽というものは単なるメロディーやリズムの組み合わせではなく、時には人生を変えるような影響を与える力を持っています。特にライブパフォーマンスにおいて、アーティストの情熱やエネルギーがダイレクトに観客に伝わる瞬間は格別です。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスが特別なのは、その一瞬一瞬に込められたメッセージ性の強さと、彼らが大切にしている、つながりというテーマが観客との間に深い絆を生み出すからです。 楽曲 INZM は、これまでの彼らの音楽活動の中でも重要な位置を占める一曲であり、ハイパーバンドバージョンという新たな形で披露されることは、ファンにとっても期待感が高まる要素となっています。音楽業界では、同じ曲でもアレンジやバージョンを変えることで新たな解釈が生まれ、その曲の魅力が再発見されることがあります。INZM、ハイパーバンドバージョンがまさにその恒例です。 原曲が持つ独特のリズムやメロディーをベースにしながらも、新しいバンドアレンジによって曲全体に新たな息吹が吹き込まれることが予想されます。このように、音楽は常に進化し続けるものであり、それがアーティストの成長や変化を映し出す鏡となります。ナンバーアンダーライン愛もまた、その進化を示し続けているアーティストの一つであり、彼らの新しい表現がどのような形でファンに届くのかは、非常に興味深い点です。 また、CDTV ライブライブのような特別番組は、アーティストにとってもファンにとっても重要なプラットフォームです。通常のコンサートとは異なり、テレビというメディアを通じてより多くの人々にリーチすることができ、特に今回のような大規模なイベントでは、新規のファンを獲得するチャンスでもあります。テレビ初披露という言葉は、アーティストにとって一つの節目であり、それだけに準備や期待も大きいものです。 ナンバーアンダーラインアイにとっても、この機会は自身の音楽性をさらに広めるための大きなステップであり、その重みを理解した上でパフォーマンスに臨む姿勢が垣間見えるでしょう。さらに、今回のパフォーマンスの特徴として、フルサイズでの披露が挙げられます。通常、テレビ番組では尺の制約から、楽曲がカットされることが多々ありますが、フルサイズで披露されることで、 楽曲の持つ本来の魅力を余すところなく伝えることができます。特に、INZM、ハイパーバンドバージョンのような楽曲は、全体を通して聴くことでその高成美やエモーショナルな要素が最大限に引き出されるため、フルサイズでのパフォーマンスはファンにとっても非常に嬉しいニュースです。このように、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、音楽そのものの魅力だけでなく、彼らが紡ぐストーリーやメッセージ性。 そして、ファンとの深い絆が大きな要素となっています。彼らの楽曲は、一見シンプルに聞こえるかもしれませんが、その裏には多くの感情や思いが込められており、それがパフォーマンスを通じて観客に伝わる瞬間が、まさに音楽の魔法が起こる瞬間です。そして、もう一つ注目すべき点は、ファンからの熱狂的な支持です。彼らが発信するコメントや SNS 上でのやり取りからも分かるように、 ナンバーアンダーライン愛は常にファンとのコミュニケーションを大切にしています。彼らのファンはただのリスナーではなく、彼らの音楽を通じて人生に感動を生み出し、共に成長するパートナーのような存在です。コメント動画が公開されるたびに、ファンはその内容に興奮し、次回のパフォーマンスに向けて期待感を高めている様子が SNS 上で数多く見られます。こうしたファンとの双方向のやりとりは、 現代の音楽シーンにおいて非常に重要な要素であり、アーティストとファンが共に作り上げるコミュニティの一部として、彼らの活動はますます注目を集めています。特に、現代の音楽業界では、SNS を活用したファンとのつながりが大きな力を持っています。ナンバーアンダーライン愛もその例外ではなく、日々の活動や舞台裏をファンと共有することで、彼らの音楽がどのように生まれ、 どのように進化していくのかを身近に感じさせています。こうした透明性と親近感は、ファンにとって大きな魅力であり、彼らの音楽をより深く理解するための重要な要素となっています。また、今回の INZM ・ハイパーバンドバージョンの披露に対して、多くのファンが興奮している理由の一つは、彼らが長い間待ち望んでいた曲であるという点です。アーティストの楽曲には、 それぞれのファンにとって特別な意味を持つものがあります。そしてその楽曲が新たな形で披露される瞬間は、ファンにとって新しい感動体験であり、彼らの期待と興奮が最大限に高まるときです。このように、ナンバーアンダーライン愛が届ける音楽は、単なるエンターテインメントではなく、深い感動や共感を呼び起こすものであり、それが彼らの最大の強みとなっています。9月23日の CDTV ライブライブは、そんな彼らの音楽に触れる貴重な機会であり、多くのファンがその瞬間を心待ちにしています。音楽というのは、時に言葉を超えて心に響くものです。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスもまた、その瞬間にしか生まれない特別な感動をファンに届けることでしょう。ファンにとってその一瞬一瞬がどれほど大切であるか、そしてその期待に応えるために、 彼らがどれほど真剣に音楽に向き合っているかが感じられるステージになることは間違いありません。その結果、彼らの音楽はさらに多くの人々に広がり、新たなファン層を獲得することになるでしょう。音楽の力とは、まさにこうして広がり、つながりを生み出していくものです。そして、ナンバーアンダーライン愛が今後もどのような新しい音楽やパフォーマンスを届けてくれるのか、ますます期待が高まるばかりです。 ファンとの絆を大切にし、進化を続ける彼らの姿勢は、これからも多くの人々に感動を与え続けることでしょう。さらに、ナンバーアンダーライン愛の音楽が持つ魅力は、単にライブパフォーマンスやメディア出演だけにとどまりません。彼らの楽曲には、個々のリスナーが自身の経験や感情を投影できるような普遍的なテーマが込められており、それが多くのファンに共感を呼んでいます。特に、 INZM という楽曲には、挑戦や成長、そして自己の葛藤といったテーマが強く反映されています。これらのテーマは、現代のリスナー、とりわけ若者世代に深い影響を与えており、彼らが日常の中で感じるさまざまな困難や不安に対する慰めや励ましを提供しているのです。彼らの楽曲は、シンプルでキャッチーなメロディーの中に深いメッセージを織り交ぜており、 それが一度聞くだけでは理解しきれない奥行きを生み出しています。例えば、INZM ・ハイパーバンドバージョンが持つエネルギーとダイナミズムは、原曲の持つメッセージをさらに強調し、よりパワフルな形でリスナーに伝わることでしょう。このバージョンは、原曲を聴いたファンにとっても、新たな発見や感動を提供することになるはずです。音楽が持つ力は、 同じ楽曲でも異なるアレンジや表現によって全く違う印象を与えることができるという点にあります。ハイパーバンドバージョンの INZM はその一つの象徴となるでしょう。また、アーティストが楽曲をどのようにパフォーマンスするかは、その楽曲の伝わり方に大きく影響を与えます。ナンバーアンダーライン愛のメンバーはそれぞれが異なるバックグラウンドや音楽的な影響を受けており、 その多様性がグループ全体のパフォーマンスに独特の深みをもたらしています。彼らがステージ上でどのように表現するか、どのように観客とエネルギーを共有するかは、単なる、演奏を超えたコミュニケーションの一形態です。特にライブパフォーマンスにおいて、観客とのインタラクションが生み出す一体感は、その場にいる全員にとって忘れられない体験となります。こうしたライブの力は、 テレビの前で見る視聴者にも強く伝わることでしょう。特に、CDTV ライブライブのような全国放送の音楽番組では、普段ライブに足を運べないファンや、まだナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを直接体感したことのない視聴者にとって、彼らの音楽をより身近に感じる貴重な機会となります。テレビを通じて多くの視聴者に届けられる音楽は、彼らの人気をさらに加速させる要素となるでしょう。また、 音楽業界全体の流れとしても、近年はライブストリーミングやテレビ出演を通じたアーティストの露出がますます重要視されています。コンサートやフェスティバルはもちろんのこと、インターネットを介したライブ配信も、ファンとのつながりを深めるための手段として非常に効果的です。ナンバー・アンダーラインアイも、こうした新しいテクノロジーを積極的に活用し、ファンとの距離を縮めています。 彼らが SNS や動画プラットフォームを通じてファンとコミュニケーションをとる姿勢は、現代のアーティストにとって欠かせない要素となっており、彼らの人気を支える大きな要因の一つです。さらに、アーティストとファンの間には、音楽を通じた、対話が存在します。ナンバーアンダーライン愛の楽曲がファンに届くとき、それは単なる一方通行のメッセージではなく、聴き手一人一人がそのメッセージに対してどう感じるか、 どう解釈すするかによって形を変えます音楽が生み出すこの双方向性は、彼らのパフォーマンスがただのエンターテインメントではなく、リスナーにとっての体験になるゆえんです。そして、この体験こそが、ファンが彼らに強い絆を感じ、何度も彼らの音楽に戻ってくる理由なのです。今回の INZM ・ハイパーバンドバージョンのパフォーマンスは、 これまでのナンバーアンダーラインアイの音楽活動の延長線上にありながらも、新たな方向性を示すものとなるでしょう。アーティストは常に進化し続けなければならない存在であり、ファンもまたその進化を見守り、共に成長していく存在です。今回のパフォーマンスを通じて、ナンバーアンダーライン愛がどのような未来を描いていくのか、その一端を垣間見ることができるかもしれません。